じゃあ、政治の話、ね、それからあと感動の話ってきたら恋の話する。この番組特有の恋バナ、恋バナ、恋バナ。いつもそうじゃんか、恋。あの、俺の恋した女がね、ねえ、あの、昔読まれたな、あの、短歌の詩になぞらせて一人一人殺されていく話とかいつもしてるじゃないですかね。あのね、ね、何から話せばいいのかな。昨日の夜、日曜日の秘密基地ね、あの、オンエアされてないとこいっぱいあると思いますけども、日曜日の秘密基地っていうね、もう、なんつったのかな、番組を、やってるわけですよ。ね。マダムキラーですよ。ね。日曜日の秘密基地と書いてマダムキラーって言われてるね。やつやってて。それの、みんなで新しいアシスタントが一応、ホリプロのクワバタオハラとか入ってたんで、みんなでスタッフで飲みに行こうじゃないかって話になって、なんか、そのみんな飲み行ったんですよ。で、プロデューサー一緒なんですよ。今ガラスの向こうにうちのプロデューサーは、その、この番組のプロデューサーでもあり、その番組のプロデューサーでもあるっていう状況なんですけど。ほんで、あれどうだ、青山かなんかの鍋料理屋さんみたいな、結構こじゃれたところの鍋料理屋さんみたいなとこ行って、こじゃれすぎだっつうのね、こじゃれすぎたなんか鍋料理屋みたいなとこ行ってさ、なんで15人ぐらいのさスタッフでさ、みんなで飲んでてさ、で飲んで食べてやってたんですよ。これはそのプロデューサー全く気づいてないでしょ。途中から俺の心理が全くもって変わったこと。最初楽しかったですよ。すごい楽しかったですよ。どんちゃん騒ぎですよ。で、もう、どんちゃん、どんちゃんですよ。ね。ちょっとしたら裸踊りってあるじゃないですか。あの、真っ裸なんだけど、うまくおちんちん見せないように、あの、ペンチでちぎっちゃうやつあるじゃないですか。それでいて、みんな見てごらん、なんかピンクでフルフルしてるでしょみたいな、ああいうのもやったりとかして、結構みんなで面白いねーなんつって。で、あと、腹毛で、腹毛わかるでしょ、腹毛。ちょっと調子乗ってたら、パッと上半身脱いで、お腹にできた人面相に、三代たたるぞ三代たたるぞって言われる、あれなんかも出てね。もう絶対真似しちゃいけませんけど、一気飲み硫酸の。あんなのもやりましたよね。シュシュってやついましたよね。おこすになってますね、その人はね。で、それぐらい盛り上がってみんな、どんちゃん、どんちゃんやってたわけですよ、みんなね。うん、で、それで、その、飲んで、しばらくいい調子になったら、うちの神さんが近くで買い物してたから、してて、で、終わったから合流するみたいな話になって、うちの神さんが、あんま関係ないんで申し訳ないんですよ、合流して。で、うちの神さん天真爛漫な人なんで、基本的には。天真爛漫っていい方だね。天真爛漫と同義語でマイナス方向の人だから、基本的には。で、一緒にこうやってまた一緒に入って騒いでて。で、AD の、女性 AD の、品田ちゃんっていう女の子と、二人で泣きながら愛と恋の違いの話してんだ、これ。で、俺は俺でもう完全に男芸者だからさ、あっちに尺子、こっちに尺子になってるわけですよ。でね、何時から始めたんでしたっけ、あれ始めたのが番組は2だ、7時ぐらいから始めましたよね。7時から始めて、で、全部最後終わったら11時ぐらいでしょ。9時ぐらいかな。店の作りが、地下2階までまず降りて、で、中からの階段でもう一回上がると、宴会場みたいのがある。俺たちの人は地下一階だけど、誰も入らない、通らないところになってるわけですよ。ね。で、そこでやったら、俺ちょっと酔ってきてんのかなと思ったら、その階段のところから、下から誰かだってピョコって顔出して、会釈をしてスッって帰ったんですよ。誰かなーと思って、ほらもう血のプロデューサー、もう、血のプロデューサー飲むとお地蔵さんみたいになるよ。なんかわかんないけども、なんかずっと動かなくなるんだよ。なんかね、死んだ目をしてね。ねえ。まあ坂本龍馬褒めモードに入ってなかったんですけど、その、ピョコッと顔出して、会釈だけスッとして、スッと降りてったの。どれかなとわかんない。やっかに知ったことか、お前らんだもんな。泣きうさぎみたいな出方だって。ちょっと出てキューって書いてボッて戻ってったから。な、動物のことだって知るやん。うまいのかみたいな、そんな同程度のもんですよ。そう、神さんがコンコンつって。あなた前2年付き合った人やん。俺どうすればいいと思う？俺どうすればいいと思う？俺が、これ聞いてねえだろうな。別にいいよ。別に俺の今の神さんの、神さんはしくじるとやばいけど、前の俺のね、付き合った人なんて大丈夫でしょ？いや、俺すごいこの話するの迷ったのは、お前がそんな恋愛の話かよっていう話もあるじゃないですか。俺は正直言って冷静にあればあるじゃないですか。だけど、もう一個は、俺が話さないことで、俺は、その、女の人を、その、例えば、嫌な思いさせたりするのを、一応面白を捨ててでも避けてるのかみたいな話になるから、話しますよ。話しますけれども、どうなるんじゃないのって言われて、俺が昔来ました。
その女の人なんですよ。で最悪のまあ別れ方を基本的にはしてる女の人なんですけども、ほんでかみさんにそう言われたらわざわざ顔出してるわけでしょ。この時に下にどう、俺下に行っていいのか無視していいのか分かんないんですよ。でて別に無視していいんですよ。無視してもいいんだけども、この時に俺が無視をしてたら、神さんの方にしてみれば、あなた、あの人が普通に知り合いっていうことだったらば、絶対挨拶に行くのに、あえて無視をしてるっていうことは、ね、それは何か意識をしてるってことでしょっていうことになるわけです。で、神さんはもう全然その一言、今のあの人だよって言ったまんま、大人な人だから、すっげえ普通モードに入って、これドーンちゃん、ドーンちゃんやってるんですよ。得意なあの、乳首から100匹の蛇を出す芸をやってるわけですよ。ニョロニョロパク、ニョロニョロパク、キューキューキューってやってるわけですよ。それでやっちゃってくれって感じで俺に言わせれば。ねえ、で、普通にやってるところで俺どうしよう。でも考える時間って長いのダメでしょ、これ。考える時間って3秒ぐらい、3秒でも椅子回っちゃうんですよ。椅子はぐるぐる回って、しかも設計のミスでギアに腕を挟まるで大変なことになるぐらいのことですよ、これ。ほんで俺どうしよう、これやっぱ行くべきだろう。と思って、したそんな時あのクソ地蔵クソ地蔵なんか鍋将軍やってた人レベルレベル鍋関係かき混ぜてる時ですよ。で俺それで下トントントンって降りてって、したらそいつは下の個室みたいところで男と二人でいるんですよ。え、どういう意味なのかって理解できないでしょ。なんなの俺とピョコって出た時には、あーまた昔のように俺に全てのそのボキャブラリーを尽くして罵倒されて泣きながら家を出て行っては、ね、髪の毛の毛根がたくさん残った子、あの、髪の毛をむしり合いたいのかなと思って行ったら、男といるわけです。それは僕は女心がわからないことに関しては世界でかなり上の方にいますから、意味わかんないでしょ？例えば、それが女友達と来てるとか、大勢で仕事やってんだったらただ挨拶とか、また、自意識過剰なことを言えば、話しておきたいことがあったのみたいなことだってあるわけですよ。ねえけども、で、もう二度と口を聞きたくないようなトラウマもきちんと埋め込んでありますから、ありますから、だけど、どうしていいのかわかんなくて、ここもさ、こんな難しい行くんじゃない？シンキングタイム3秒ぐらいでしょ。だってあんまり長くなって戻ってくるのも違うでしょ、絶対。ほんで、かといって、一応男としては、その男の前で、あんまり長い会話も違うし、沈黙が続くのも違うじゃないですか。ほら、さっきペンチでちぎったチンコが違う、ズワー出てるのが死んじゃいますし、早く止めないとね。で、ギャグは入れますよ。いや、入れないとやっぱりやりきないとこありますから。ほんで、俺はとりあえずは、久しぶりだね。5年ぶり、いや、もっとだな。偶然会った時も、その時すれ違いとかで、5年ぶりぐらいで、その、そういった、その、時期から言えば、もう8年、結婚して5年だから8年、9年ぐらいになる人なんですけどね。んで、久しぶり、なんて。また爽やかな笑顔を作ろうと思うほど不細工になってくるでしょ。だって汗はボタボタ、ボタボタ垂れてんだもんね。で、それで、綺麗になっちゃったね。なんて、なんてね、なんて言ってみたりするわけですよ。もちろんね、ワイングラスを、右手にワイングラスですよ。ね、で、左手に拳銃ですよ。いつでもこいつを撃ち殺せるようにですよ。で、そういう状況で喋って、あと何喋ったかな、もう5秒ぐらいで、したら、あ、この人、何々さん、なんて言うんだよ。後ろに人だもんね。この人、何々さんって言われたって、やっぱりギャグも思い浮かばねえぐらい、さっきの、この間のこと、昨日のことが、お、どうもいいんです、なんつって言って、とりあえず、まだ今日沈黙しちゃって。で、その時俺の言ったかっこいい言葉、やべ、うんこ漏れちゃうって一応うんこしに行って、そのまま返す刀で上に上がってったんだけど、上上がってっても神さんは完全に無関心を装ってるのか、本当に無関心か全然わかんない。で、地蔵は地蔵のまま、頭にボトボトカラスの糞をされね。で、俺がその後に3分間に1回は今の対応で会ってたのかな、ってずーっと思ってる俺のことが全然気づいてないでしょ。全く気づいてないでしょ。それが途中で出てったのもでげえクソしてるぐらいの頃でしょ。その後はもう、なんだかわからないところでお酒がどんどん入ってきましたよ。おそらく普通なら胃袋に入るところが、骨髄の中を酒が通ってくような状況で、変な酔っ払い方して、で、家に帰って、で、
家に帰るときに最後じゃあこれでお開きしましょうかっつってタクシーに乗るときに、あの両方の番組に入ってるんで構成の渡辺がいたんで、お前座っていたんで、俺ねそれがちょっとやばかったかなと思うのが、本来はそこではいろいろ大人に対応していた神さんに、うちのサイ君にね、何かこういうあの言わなきゃならないね、そのことはあったはずなんだけど、そのプレッシャーに耐えられない、いくら飲んでもシラフだから変な耐えられなくて、渡辺試練やりに来いよって言ってそのまま家帰って、俺は試練やる部屋に入って、おめえのダンジョンなんとかしろみたいなことになってるわけですよ。俺の中ではもうすでにおめえが今モンスターハウスに行って帰ってきた状況を言わなきゃいけねえんじゃないのかとなってるのに、もう面白いねなんて言いながら、でこいつまたさ明日学校あるからとか言ってさ、すぐ寝ようとするんだよ、布団とか引いて。で俺は上の寝室に行く、行って寝なきゃいけないんだよ、それ嫌だからさ、なんかこいつと添い寝みたいのしてんだよずーっと。え、添い寝しながらさ、あの、渡辺さん、例えばさ、クイズ、あのね、前に、例えばだよ、あの、付き合った、そういう、こういう、で、今のやつ全部例え話としてね、名前もメアリー、ね、ジョンソンと、ね、あの、サルティンバンコの間にメアリーが入って話にして言ってるんだけど、うん、僕どうてだかわかんないし。もう完全に出るんだよ、こいつ。そんなことじゃねえだ、例えばだろ。そんなの、だって、じゃあお前、ミケネコホームズの原作やるときにだな、ミケネコ勝てなきゃ書けねえのか、お前は。そういうことになるんじゃねえか、それどう考えたって。俺もう、本当に一晩一人で、面白くもなんともなくなっちゃった。面白かったです、綺麗を。簡単でしたよ。伊集院光の番組のタイトルが決定しました。その名も、伊集院光、年寄りが号泣しているような鳴き声のセミ。